のの恋ちゃん、あんあんあんというわけで、あのね、今ちょっと髪に振り乱してますけども、今実は病院なんで、いつものようなでかい声は出せない恋ちゃんでございます。なんか入院しちゃいましたね、本当にね、入院しちゃったけども、あのほとんどもう OK なんですけれども、なんかね、まだ退院させていただけないということでございまして、あんまり暇だから、じゃあ恋ちゃんでも撮るかっていう、そういう非常に時間の有効活用で今回の恋ちゃんです。それでね、まあ、新聞ぐらいはね、病院とかって読めますんで読んでます。でこれ16日の篠宮毎日新聞ですけれども、市長の記者会見でもって中核市20年で何が成果でしたかっていう質問がね、記者さんからあったようです。そしたらね、加藤市長も調子いいなと俺思ったんですけど、まあ政治家はこうじゃなきゃいけません。あのね、一番大きいのは市保健所の設置だそうです。保健所と保健センターが連携した母証言事業ができたと書いてありますけども、それだって去年までさ、あの長野県にせっかくね、長野県の保健所、長野市の保健所として別に独立させて中核市だから持てるようになったのに、持ったのに、それでね、長野市民の生命健康を守っていくという決意を固めていたにもかかわらず、加藤市長の代になってですよ、突然ね、長野県の保健所と長野市の保健所共同設置だと、長野県にお返ししてしまえみたいな議論が巻き起こって、小泉勝も冗談じゃねえってことで大反対しましたよね。でこれそもそもね、そんなにね、大した話じゃなかったんですよ、発端は。っていうのはね、長野県の方から出てきた長野県の職員が研修でね、こんなのどうですかってアイディア出したぐらいの話なんです。その研修っていうのもですよ、その保健所の方々の研修じゃなくて、もっと一般的な、ね、研修で、あの、なんていうか、例題みたいな感じで、じゃあちょっと政策立案してみようかみたいな、まあ、半分はさ、アイディアの出し合い程度の話ですよ。だから専門的な情報とか何にもないところで、こんなのどうなのって、思いつきでほとんどやったようなのが、あれよあれよという間に、長野県知事の目に留まり、長野市長の方に降ってきて、そんなね、やりませんかみたいな。で断りゃいいのに、市長もそんなお手柄が欲しかったんですかね。長野市の保健所、長野県にくれてるみたいなことを真面目に取り組んじゃって、で結局ね、でも保健所職員も頑張ってこれ押し返してくれた、理論武装してね。で小泉一馬保健所職員は、やっぱり長野市の保健所の職員っていうのはね、プロだなと思いました。もう忖度とか関係ないですからね、本当にプロフェッショナルとして専門的な見地からビシッと意見言って、市長も県知事もひっくり返しちゃった。で長野県知事と長野市長って言ったら長野県のトップ2ですからね、県知事と、そこは県庁所在地の市長ですよ、これに言うこと負けなかったんですから、もうね、ますます保健所っていうのは長野市民にとっての宝なんだなってことをね、小泉ますます認識改善しましたという経緯を十分に組んでくれたのかどうなのか、市長は自分が長野県庁に入ってあげようとしてた保健所が20年間のね、中核市の成果だと、まあ認識改善してくれたとしたらね、小泉一馬としてもまあ願ったりでございますね。というわけで今日のおいちゃん、小泉一馬もね、もうすぐ復帰しますので、ちょっとでかい声出ちゃった、復帰しますので、その時になってもよろしく皆さんご支援くださいねってことで。